レクスです。ゆうたです。いやどうしよう。本日の企画はシャインマスカットを求めて三千里。これはちなみに何だっけ。忘れました。はい、味噌のなんて。まあブドウ狩りに来てます。最近トレンドにねシャインマスカットってあったんですけど。はい。シャインマスカットって何ぞやと。シャインマスカットがある可能性があるブドウ園さんに聞きました。いろんなブドウがあるらしいんですよ。そうですね。俺らが探してるシャインマスカット巨峰、それはちょっとレアっぽいね、うん、もうない可能性もあるって言われたんで探します。あとはピンクニーナ、クイーンニーナみたいなやつ。クイーンニーナみたいなやつ。まあいろいろ UFO とかいうのもあって、いろいろあるんで、シャインマスカットはとりあえずあの黄緑色を探せばいいでしょ。そうだね。それっぽいのがあったら探して、でここは箱にカゴに入れて最後にレジ持ってってお金払うんで、なんて言うんだろう、好きな分だけ取っていけるの。入場料なしで、うん、とてもいい場所ですね。探してくぜい。あ、これシャインマスカット。もう見つかりました。いや、黄色いテープの向こうって言ってなかった、シャインマスカット。あ、言ってたわ。これ食ってる。食いない。俺も食った。食った。ああ、見た。取ってる。あ、シャインって書いてある。嘘だろ。おお。うわ。けど何にもない。シャイン。ねえぞ。何にもねえよ。エンド。ないな。探せ、諦めて。おお、ちょっと、ちょっと。そこ何て書いてある？この辺もシャインって書いてある。この辺シャイン。うん。シャインはこっち側でしょ？なんかもうないよ、多分。確かにシャイン。ノーシャインできるし。疲れた。シャインの画像で。これは？うわ、嘘だろ、お前シャインか。これシャインじゃね。シャインだ。いや本当に？いや絶対シャインだよこれ。シャイン絶対、俺自信を持って言う。シャインだ。これ安い値じゃないこれ。シャイン来た。これ絶対シャイン。俺画像で調べたもん。この大きさだった。多分。多分。じゃこれ、ちなみにこれ3000円ぐらいすんぞ。ちっちゃ。切るよ。どこ切るの？ドロップ。ここ？ここでいいの？うん。怒らない。切るぞじゃあ。いいよ。うえーい。てるてる。じゃあ巨峰探そう。シードレス。種がないんじゃない？それはいいですね。BK は何なんだろう。種なしいな。これもシードレス。巨峰あっちっつね。奥っつってた。腰が痛い。樹上の季節が今ぐらいらしいよね。あ、そうなの。8月とか9月でしょ。いや、これ巨峰じゃない。大きさいい感じじゃないですか。本当だ。強そう。めっちゃ強い。あれシャインじゃないの？え？あ、シャインだ。シャインだ。それシャインじゃないの？いや違うよ。それ多分でかくなってこうなるんじゃないの？ピンクローって。ピンク。クイーンニーナはピンク色だっけ？あれ？そう。めちゃくちゃピンクのやつにしてくれっつった。見て。そうだ。プラン B で行く。プラン B で行くの？なんだあいつら。なんもねえ。じゃあげん。もう絵的にはもうジブリよ。やっぱあの途中にあった飛行スティックのやつ撮ってない。そうだな、あれ撮って帰ろう。帰るぞ。入らん。うちまで競争。いや無理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 、もう腰痛いし。バイバイ。デクス少年。ばあちゃんに聞いてみればいいか。これ何って。これシャインマスカットじゃなかったらどうしよう。おじさん、どうですか。ブドウ園は。ちゃんと立てないのよ、こういうこと。ちなみにここ珍しくね、今回はあのいつも我らがふるさとなんですけど。栃木ですね。撮影場所は。ここはヤートシ君の。そうね、地元の方の浦和ですね。浦和に。セクシー少年は。めっちゃやってんじゃん、ちゃんと。いるいるいる。よし、行こうか。あった？これなんかな、これぐらいしかない。ほんま？
だこれが曲なのか。まああの最後ばあちゃんに聞いて違うですって言われたら違うけど、でもなんかもう綺麗だよね。ここか、行くぜ。てってりー。これは果たして何なのか。なんかもう一種類言ってたよね。どうする UFO、 実は UFO で5000円しますと。UFO5000 円って書いてあった。キロで、うん、多分シャインマスカットが3000円。 UFO も3000円じゃなかった。え、5000円って書いてあった看板に。まあじゃああとはばあちゃんに審査してもらおうと。8月初めにこっから始まる。へえ。でずーっと来るわけ。なるほど。本当だ、 UFO5000 円。 UFO5000 円どのぐらいの値段とさ。さあ果たして13って何？13気になる。13って書いてある。13って書いてある。クイーンニーナも結構いい値段するぞ。てか巨峰って安いんだね。ねえ、びっくりした。2番目に安い。富士みのりとか、犬まとのとか、いろいろあるんだね。PNH。ん？ PNH。あ、PNH だ。味噌の位置ってことピエン1。これ何ですか。これは巨峰です。おお、こっちはおなの。これはシャインマスカット。やったー。見事お目当てのシャインマスカットと。綺麗、巨峰綺麗だね。ヤトシさん、はい、目をつぶってください。じゃあゼクさんが先にどっちを食べさせたかを当てて。絶対させる。これは全然分かんないとやばいやつ。やるやる、これ。あ、そうそう、やとしさん限定ね。これまた洗わなくていいかな。きんちゃん、そのえ、皮むく。皮を剥いてください。皮いけんでしょ。いきます、うん、取れてる。うん、皮むかないの。むかない。あ、水あるよ、あそこ。やっぱりいいかな。どうでしょう、美味しい。うん、ちょっと暗くなっちゃったけど種入ってる。うん、入ってないの。大きいね。さあ、どっちでしょうか。シャインマスカットだ。おお、正解です。あるんだ。じゃあ、普通に食いましょう。え、全然違う。じゃあ、俺もシャインマスカットからいこう。いただきます。どう。美味しい。いただきます。うまっ。甘っ。方もいただきます。はい、どっちがいい。あ、でもこっちは美味しいかもしれない。本当に、うん、甘かった。巨峰いただきます。もうでも皮もすんなりいけちゃうけどね。いや、俺はやっぱ巨峰が好きかも。やべ、種食っちゃった。ガリガリって。こっちの方が甘くない？でもなんかやっぱ味が違う。一回氷水にブシャってやるじゃない。あ、ぬるいからな。でもやっぱ俺こっちの方が好きかな。今日まだ食べる。うめえ。氷のシーン。ぶどう狩りとか行ったことある？ない。初めての。初めて。しゃべれよ。うめえじゃねえんだよ。一緒に食べてみ。一緒に食べちゃダメなんじゃない？いただきます。うまいじゃない。一緒に食べてうまい。新鮮だから、うん、皮がすぐ、うん、食べれる。さ、色違うけどさ、うん、俺すごいとこ取ったの。どっちが美味しいの？あのネット下で結構違う。緑の方がさ、甘いか。るよ、だってどうなんだろう。ここになって甘い。お腹痛くなっ
こっちの方が甘い気がするよ。そんな気が。冷たくなるかな。近いんだよね。いつも近いのみんな。今6通一気に喋ります。はい。ちょっと落ちる。おいしい。うん。トレンドをね、大食いすると。ごちそうさまです。あ、綺麗。え、これ何です？皮じゃないの？皮めちゃめちゃ綺麗じゃん。輝いてるんですか？シャインですね。すげえ、シャインだね。これが由来なのか、きっと。うまい。サリサリサリ。じゃあ大成功ということでいいですかね。一応あってよかった。あってよかった。ないことを危惧してたけど。はい。シャインマスカットがね、まあ、ごめん、今トレンドに入ってるんでね。じゃあシャインマスカットの顔をやって最後終わり。出た。無茶ぶりシリーズ。シャインマスカット。